はいどうも、盆栽ボッサの長峰です。よろしくお願いします。今日なんですけど、こちらこれ鉢、盆栽鉢、自作の盆栽鉢となります。過去に動画で上げさせていただいてるんですけれども、自分で土を買ってきてこねて四角く切って乾燥させて、彫刻刀だったりルーターだったりを使って掘り出したっていう自作の鉢となります。これなんですけど、実はですね、ツイッターの方でですね、市川さんっていう方が豆ろくろ、ミニ四駆のモーターを使ってろくろ、ちっちゃいろくろを自作して iPhone で制御するみたいな、そういうちっちゃい豆ろくろを作って、本当に小さい陶器のお皿とか壺とか急須とか作ってる方がいらっしゃるんですけれども、その方が、まあ、遠隔陶芸教室みたいなことで鉢焼きますよみたいな感じで募集されてたので、まあ、応募したんですね。誰かやってみたい方いませんかみたいな投稿があったんで、すぐやりますやりますって返信したところ、じゃあ最初はこの盆栽関係でちっちゃい鉢を作りたいって言ってるお二方どうぞみたいな感じで、僕とあのもう一人フジマックスさんが選ばれたんですけれども、まあそういうきっかけで自分で鉢を作ることになりました。まあ鉢なんて作ったこともないし、鉢の作り方なんて知らない状況から始めて、まあ土買ってきて、ネットで買ってみて、で、まあさっき説明したんですけど、四角く、自分自己流でこねて、四角く切って、まあうちにはちょっとあの、心拍の陣とか作るためのルーターがあったんで、そのルーター使って、まあ、自分で削り出してみました。で、鉢の形とかもね、まあ、かなり自己流になっちゃってるんですけど、まあ、こんな感じで出来上がりましたということで、これまだ焼いてない状態です。これを今からその市川さんにこの送って焼いてもらうと。で、焼いてもらったものが帰ってきて完成で使えますよっていう感じなんですけれども、この焼く前の状態を一回動画に収めておこうかなと思って撮り始めました。これまず1個目、これになります。これは、彫刻刀だけで削りました。本当に自作鉢の一発目の一発目、初めて作った鉢になります。こんな感じですね。切ったて長方鉢っていうんですかね。まあ彫刻刀だったんで、すっごい時間かかりましたね。これは本当に4時間ぐらいかかってます。で、その後はもう彫刻刀めんどくさいなっていうことでルーター使い始めたんですけど、こんな感じですね。ルーターで作ったらこんな感じになります。で、この辺穴開いてるのわかります？こういうのは多分あの粘土の練り方が下手くそなんで、まあ、初心者が練るとこうなるよっていう感じですね。空気が入っちゃって穴が開いてますね。中はこんな感じ、裏面はこんな感じですね。ちょっと足を段差つけてみました。足に段差つけると横から見た時にこんな感じで見えるんで、これはこれでいいんじゃないか。個人的にはこの足結構好きです、ね、で一応1個目のやつは穴1つしか開けてないんですけど、2個目のやつはあの針金通す穴も開けてみました。まあ、使い勝手はいいんじゃないかなと思います。で次3つ目、これですね。これも長方鉢、まあ市販でこんなのは見ないですよね。誰も作らないこういう鉢。足にちょっと特徴をつけてみた、まあ、ルーターなんでサインとかもルーターで掘れるっていう、長峰の長です。ここにサイン掘ってます。でこれ3つ目、ね、3つ目で最後がこれ、こうです。中はこうなってます。網を置く排水用の穴と針金通す用の穴と、こっちも排水用の穴、使うことあるかわかんないですけど、もしかしたらこっちの方が木を固定するための針金こっち通した方がやりやすいよっていう場合はこっちを使えるようにしてみました。裏端はこんな感じです。でサインももちろん入ってますと。はい、こんな感じですね。初めて鉢作ってみたんですけど、まあ難しい。盆栽鉢作家の方たちが作られてる鉢ってどうやったらあんな綺麗にまっすぐあの形をね整えられてるのか、やり方が分かんない。そもそもやり方が分かんないですね。個人的に運足鉢とか好きなんですけど、足がね雲みたいになってるやつ、あれも挑戦してみたんですけど、あれはルーターでちょっと作るのはしんどかったですね。すごい細かい作業なので、あのカーブだとかあのデコボコみたいなところはルーターじゃ作れなかった
ったですね。だから本当にこの今売られてる盆栽鉢の精密さというか手間というか作る方の性格みたいなところは自分でこうやって作ってみて初めて分かるようになりました。いや本当にすごいっす。あとね、土、これ今回黒で選んでみたんですけれども、これ焼いたら黒くなるんですかね。もうちょっとこんな感じの色で終わっちゃうのか、まあ焼き上がり見てみてここまで黒くなったんだみたいなのが見れればいいかなと思うんですけど、面白いですね。今回は薬系は使わないでそのまま焼くだけにしてもらおうかと思ってます。薬つけたらまたなんていうんですかね、別の見え方とかもあるとは思うんですけど、自分で土こねて鉢作り始めると薬とかに頼らずこの出物でいく潔さみたいな、男みたいな感じがね、やっぱ魅力を感じます。なのでもう本当に薬使わずレモンの一本勝負みたいなところで今回はちょっとやらせていただこうかなと思っています。まあもしこれで鉢作りハマるようなら電気窯の購入とか、それかまあ定期的に焼いてくれるような場所探してみるとか、そういうことにも挑戦していきたいなと思っています。どうですかね、この焼き上がりを見てからですね、まあ、ちょっと素人がこねたんで中に空気が入ってて焼いたら割れちゃいましたみたいな感じで本当全部ダメになる可能性はあるんですけど、初めての挑戦にしてはすごい楽しかったです。で、知識もない状態でやったので、できればもう少し知識を集めてなんかね陶芸教室とか行ってちゃんとやってみるっていう機会もあってもいいのかなと思いました。まあ、今回は初めてなんでね、一回自分でやってみて難しさを経験するっていうのをやってみたかったんで、本当いい経験になりましたね。市川さん本当にありがとうございます。で、これから梱包して送りたいと思います。到着までお待ちください。やい。